マグロの放課後。安藤さん。あれ？同じクラスで軽音部のボーカルの小出豆雄くん、どうしたの？佐々木知らない？マグロくん？ごめん、わからないや。困ったな。今度のライブのドラムを頼もうと思ってたのに。それじゃあ探してみるよ。ありがとう。うん、じゃあね。リンゴちゃん。あれ？茶道部所属の茶器杉田子ちゃん、どうしたの？マグロくんってどこにいるかな？知らないんだ、ごめんね。お茶会に来てもらおうと思ってたのに。じゃあ探してみるね。はい、それでは。安藤さん。あれ、相撲部部長信玄動員輝きの助丸くん、どうしたの？佐々木のマグロ氏知らないかい？今度の試合ピンチヒッターとして出てほしいんだが。わかりません。そうか、よし、探してみよう。ありがとう。なんというか、マグロくんって。僕がどうしたの？あ、まさにマグロくん。今僕の名前をつぶやいていたよね。軽音部と茶道部と相撲部の人がそれぞれ呼んでたよ。ああ、お手伝いの件かな。オッケー、ありがとう。すんぐ行くよ。マグロくんってさ、ほんと器用だよね。え？スポーツも勉強も料理も音楽もできて、ゲームとかも好きだよね。まあね、ハマったらのめり込んじゃうタイプなんだ。来てくれてありがとう。やっぱ佐々木のドラムは安定感が違うよな。それほどでも。じゃあ本番もよろしく。了解。さて次は？気になる、気になる、気になる、 KININARU とっても気になるよ。いやー、安藤リンゴくん。物陰に隠れて何をもそもそと歌っているんだい？リス先輩。何事かな？今マグロくんを尾行しているんです。なぜそんなことを？マグロくんって大抵のことはそつなくこなせますよね。なあ、そうだね。一体どれだけ器用なのか気になるので、暇つぶしに観察してみようと、こういうわけなんです。リンゴくんよ、そうはっきり暇つぶしというのはどうなのかな。さあ、マグロくんに動きがありました。先輩もよろしければ尾行を一発いかがですか？面白そうだから暇つぶしについていこうではないか。マグロくん、手伝ってくれてありがとう。助かったよ。いえいえ、お役に立てたのなら幸い。それじゃあね。うん、グッバイ。さて帰ろうかな。マグロくん、あれから茶道部と相撲部を手伝って、新体操部とアナログゲーム部とそば打ち部とプラナリア愛好部と砂団子作成部に顔を出していたな。誠に芸達者です。というかこの学校にはいくつ部活があるかも気になるところだ。さあ引き続き下校も追跡しますよ。ああ、行ってみようか。おばあさん、どうしたんですか？ちょっと困っていてね。ターゲット、交差点でまごまごしていたおばあさまに声をかけました。ふん、手助けしてあげるのかな。道を渡れないでいるんですか？それなら僕が。いやいや違うんだよ、今度の老人会で披露する芸の練習をしていてね。え？
交差点を流れる車の上をジャンプによって乗り継いで向こう側に渡りたいんだけど、誰か見本を見せてくれないかね。ちょっ、ありえない要求をしています。わかりました、お役に立ちましょう。やるんかい。リンゴくんよ、そんなに全力で突っ込んだら気づかれてしまうぞ。ほっ、よっ、てや、そーれ。おほー、大型トラックはそう乗り継げばいいんだね。助かったよ、少年。いえいえ、このくらい。ターゲットがスタントにも通じていることを確認しました。いやはや、本当に器用だね。危ないので絶対に真似しないようにしましょう。できないと思うよ。あれあれ、どうしたの？ターゲット、公園で泣いている女の子に声をかけました。助けてあげるようだね。なんで泣いてるの？道に迷っちゃったの？ぼーっとお空を見て歩いてたら。なんだ、それなら一緒に交番へ。人生という道に迷っちゃったの。え？この雄大な空に比べて私はなんて小さな存在なんだろうって、それが苦しくて。お、女の子が泣いている理由がありえない気がするのだが。リサ先輩、ツッコミに行ったら気づかれてしまいます。難しい問題だね。でも泣いているより顔を上げて笑った方が答えに近づけるんじゃないかな。そっか、すっきりした。ありがとう、お兄ちゃん。いえいえ。ターゲットが子供にも好かれることを確認しました。器用というのかな、これは。いらっしゃい、いらっしゃい、新鮮なマグロだよ。ターゲット、実家の魚屋を手伝っています。じゅるり。遠くとご覧あれ、マグロ解体ショーの始まり始まり。予想外に本格的な見せ物が急に始まりましたよ。おお、大量のお客さんが群がっているな。ターゲットがマグロ解体もお手の物だということを確認しました。本当に器用です。はいはい、試食もやってますよ。どうですか、そこのリンゴちゃんとリス先輩も。え、気づいていたのか。まあ見られていたのでちょっとだけカッコつけちゃいました。マグロくん、なんだい？なんでそんなに何でもできるの？え？え？って覚えてないの？え？あれ？マグロくん、また泣いてるの？リンゴちゃん、だっていじめられたの？うん、僕の顔が女の子みたいとか弱虫とか。マグロくん。はい。ビシッとしなよ、男の子でしょ。ビシッとってどうしたら。僕喧嘩も勉強もそんなにできないよ。それじゃあできるようになろうよ。何でもできるように。え？何でも？そう、何でもだよ。そしたらみんなすごいって思うでしょ。何でもって。マグロくん、意外と器用なの私知ってるから。だからできるよ、頑張って。
器用できる？じゃ、そういうことで。マグロくん、マグロくん、え、わあ、何を考えていたんですか？昔のこと？昔のこととは？それはちょっと秘密です。ごめんね。そう言われると気になるな。わかりました。そっちがその気なら勝負です。お、私が勝ったら教えてもらいますからね。いいよ、負けられないな。それじゃあレッツぷよ勝負。